とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ふぶきさんを使って極ボスラッシュやっていきます。ちょっとね、火力が不安だったんだけども、爆食メダルと捨て身武器、この2つをつけてるとそうでもないね。結構火力が出るし、技の再使用時間も短めなので結構快適に今のところ来れてます。まあエルゼメキアも、近接の技じゃないのでゴリゴリ削っていけるんではないでしょうか。結構いいダメージ出せるでしょう。多分まあ装備依存ものすごくしてると思うんだけど、うん、この装備でいくと全然余裕だね。余裕余裕。もうちょっと攻撃してきなさいよ。あ、通常攻撃大丈夫？チャージ攻撃は大丈夫だけど、通常攻撃は弾かれるんだね。オッケーオッケー、わかったわかった。いやでも結構クリティカル出るからダメージすごいよ。いい感じに出せる。しゃあ、あー危ねえ危ねえ。これそうだね、もうちょっとクリティカル率が高ければものすごいダメージバンバン与えれるんだろうけど、クリ率はまあ相変わらず低め、まあ、相変わらずっていうかまあ低めだよね。 25% かな、クリティカル率。まあそれが何もしない分では最大じゃないかな。これに 20% とか、技スキルで乗せていくんだろうね。技メダルか。うん、でもまあなくても全然削っていけてるね。 OK、 団長来てくれると嬉しい。こいつがいるとね、反撃受けにくいんで。ナイス。じゃあ、もうちょっと、あ、いった。おお、曲がる魔球か。よし、あと一発。じゃい、再使用時間短いからもうほんとガシガシ打っていけて戦いやすい、気持ちいい。うん、まあまあ装備品次第なんだろうけどすごくいいよ。溶線光がねダメージ結構出るけど狭いんだよね、範囲が。もうちょっと範囲が広ければ嬉しかったけども、あ、ダメだ。おっしゃ、取れた。見た目しょぼいな。あ、威力は結構あるからね、見た目をちょっとどうにかしてほしかった。見た目悪。でも単発の必殺技だから敵の反撃は受けにくいかも。プラズマとかも全然避けていけるね。シャイ、あぶねえ。はい、お前まで倒す。あ、いった。おお、かすった。きた、あと一発。オッケー、くらえ。うん、プラズマはもう来てから目で見て避けれるからめちゃくちゃいい。これだからやっぱ単発系のね、技っていうのはいいね。連続ヒットするやつはやっぱ隙ができるんで、特にこのゾディアライアとか、あとマゼラボルトとか、その辺とは相性悪いもんね。相性が悪い。今回のはいい。はい、あ、来た。もう一発たまるか。たまるね、いけ。あお、
ちょっと遅かった。でもまあアイテムいっぱい出ると思って嬉しいことにしとこう。じゃあこれほんとコインとか出るからね。よし、あー食らえ、いいね、全然ピンチにはならない。まあ、もちろんねプラズマ食らわない限りピンチにはならないでしょう。おっと来やがったぞ。チャンス取れない。嘘、チャンス取れたかと思ったけど無理だった。あどこ打ってんだ、暗い、いかんねえ。雑魚敵も一緒に倒してもらわないと困るんだよね。うん、雑魚敵ね最大どれまで出るかなっていうそういう実験をしようと思ったけどそんな出なかった企画倒れでした。30体ぐらいね出てくれればすっげえ面白かったんだけど、最大ね10体も出ないね、9体ぐらいが多分最大じゃない。 OK で、あと雑魚を、お倒さなくてよかった。はい、では次のボス行ってみましょう。それでは次はサメキホジロだね。ちょっと技の関係で、遠距離系なのにそこそこ近づかなきゃいけないんでちょっと怖いな。こいつ一発一発がでかいんだもんね。オッケーオッケー、いいよ、 HP がそうでもない、いけ。吹雪さんってあれだよね、近接攻撃強いよね、なんかそんな気がするんだけど結構ダメージ取れるキャラだよね。途中の、3発目が多段ヒットするからそれがかなりいいダメージになる。あぶねえただこの妖線香の見た目が悪い、見た目がかっこ悪すぎる。もうちょっとなんかさ派手なエフェクトつけてくれてもよかったんじゃない。あぶねえ、 OK。あ、このね氷の攻撃あれは要注意、かなりダメージもらうから。おーやばい、おお危ねえ、眠り攻撃やばいよ。いやーいった、一発一発が本当に痛くて怖い。よしいいよいいよ、もうちょい、終わりだ、終わりじゃなかった、あと一発や、あと一発、よしよしよし終わり。なんか出たか、氷塊ゼロストームじゃないな、ホーミングか。では次のボス行きましょう。マゼラボルト行きましょう。防御力の低い風紀さんではちょっと怖いけど攻めていく。もうちょっと近くで打たんとね最大ダメージ出せないよ。竜巻よりも、いやいやいや、うん、近距離で竜巻がやっぱり一番ダメージは出せるね。いやーでもやっぱり支援色の攻撃力はこんなもんか。次のねアップデート多分そろそろ来ると思うけど、そのアップデートの時に必殺技追加してほしいな。タイムバインドとかを攻撃に回してくれるような感じにしてくれるとすごく嬉しいんだけど。ヘッドクラッシュ、危ねえ、ブレイズには要注意。多分
一撃で死なないにせよ相当な痛手だから注意していこう。ヘッドクラッシュ、オッケー、危ねえ、避けれてるよ。いやー、竜巻も四千光もどっちもどっちだな。なら四千光の方がマシか。うん、ある程度遠くから打って大丈夫だからね。危ねえ。ちょっとスピリットを 30% 上げてから攻撃するけど、あんまり意味がない。そうなのね、これ。このダメージのプラス幅っていうのがちょっと謎の部分があるんだよね。わからない部分が。この攻撃力を持ったとしても逆に下がることっていうのがあるんで、ちょっと謎なんだよね。あー、危ねえ。ナイス、無慈悲団長。盾になってくれると本当嬉しい。さあ、あと少し、最後までちょっと気を抜かずにいきましょう。はい、ヘッドクラッシュからのブレイズで即死だね、間違いなく。 OK、 くらい、あと一発か、終わり、まだだった、あと一発、終わりや。はい、まあそんなに危なげなくクリアすることができたね。はい、今日は吹雪さんでの極ボスラッシュでした。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや